超高級の絶望。1年前の人類史上最大最悪の絶望的事件を起こした連中、僕たちを殺し合い学園生活に巻き込み、それを放送するなんて計画を立てた連中、最悪に絶望的な連中、それが黒幕の正体。ようやくはっきりした、僕らの本当の敵。でもまず今はとにかくこのひどい場所から出るのが先ね。話はそれからよ。うん、そうだね。うんうん、ここしかないんだけど。はい、鍵がかかってるけど、今だったら方法があるはずだ。このドアを開けられる方法が。キリキリさん、鍵持ってない？どこでも開けられる鍵。キリキリさん、例のものってまだ持ってる？学園長室から盗み出したモノクマの秘密道具的な鍵。ええ、もちろん持ってるわ。黒幕を追い詰めるための大事な鍵を手放したりするはずないでしょ。それって学園中の全ての鍵を解錠できるんだよね。そうよ。だったらあそこのドアにも使えるはずだよな。うん。ねえ、キリギリさん、その鍵を使えばあのドアも開くはずだよね。そうね。やってみましょう。彼女の手にしたモノクマ模様の鍵がゆっくりと鍵穴へ差し込まれる。すると、ガッチャ。やった、開いた。いいぞ、これで出られるはずよ。行きましょう。うん。閉ざされていたドアを開け、僕らはゴミ捨て場を後にした。ようやくだった。だけどな、ほっと一息なんて暇はない。だって本当の戦いはこれからなんだ。さ、チャプター6。おお、長い。超高校級の不運が超高校級の殺人と超高校級の処刑と超高校級の絶望を引き寄せた理由。長すぎる。で、入ってこなかった、結局。頭に入ってこない。ゴミ捨て場を抜けた先はトンネルが縦に伸びる煙突状の空間になっていた。その壁面には鉄製のはしご。僕らは地上を目指し、そのはしごを登っていった。ああ、はいはいはい。縦長ってね、そういうこと。煙突はそういうことね。長いのははしごだった。天井がまるで見えない。そしてしばらくすると足元も見えなくなった。あのゴミ捨て場ってそんなに深い場所にあったんだね。ね、足を踏み外さないでよ。あなたが落ちてきても受け止められないから。うん、気をつけるよ。とは言ったものの、意識を始めると逆に何か話でもして、まあ、気を紛らわした方がいいかも。あのさ、キリギリさん、聞きたいことがあるんだけど。キリギリさんは超高校級の探偵なんだよね。いつから探偵をやってるの？いつから？それはそんなずっとそんなんずっと幼い頃からずっと。キリギリ家は代々探偵を生業としてきた一族なの。探偵が今よりも神聖な職業だった頃からね。じゃあキリギリさんの家って有名だったりするの？違うわ。いいえ、むしろ逆よ。同じ業種の人間でもほとんどが知らないはずよ。え、どうして？そんな伝統ある家系なのに。そう、それが私たち一族の誇りだから。誇り？ええ。探偵は光でも影でもない、正義でも悪でもないからこそ唯一の真実を手に入れられる。私たちが立つ場所は常に中立であるべき。そのためには世俗とも一線を画さなければならない。だからこそ私たちはあえて自分たちの存在を隠しているのよ。あえて隠してる。そうね。古臭いし合理的な考えとは言えないわね。それでも私たちはその考えを守るわ。だってそれが誇りってものでしょ。誇り。そうか、それが理由だったのか。入学前に凶暴な失礼を除いた時、キリギリさんの素性が明らかにならなかったのも、一族の誇りを守るためにあえて隠していたから。でも。だけど私はその誇りを曲げてしまった。え？私は。この希望神の学園に入学するために学園側に自分を売り込んだの。キリギリ家の探偵としてあるまじき行為と知りつつね。大事な誇りを曲げたキリギリさんがそこまでした理由って、そこまでして希望神の学園に入学したかった理由って、それだけお父さんと会うのが楽しみだったんだよね。だったら仕方がないよ。え？楽しみ？父との再会が楽しみだなんてそんなわけないじゃない。え？だってお父さんとは久しぶりに会うんでしょ。話したいことだっていろいろあるはずじゃん。違うわ。話したいことなんてないわ。ナイギー、お前は何を見ていたんだ？だけどあの険しい顔は明らかに違うだろう。
言いたいことならあるけどね。言いたいこと？私は。あの人にどうしても言いたいことがあるの。直接会って言いたいことがね。それって、それは、絶縁の言葉よ。絶縁？私があの人と最後に会ったのは、まだ私が幼い頃だったわ。だから詳しくは知らないけど、あの人は頭のいい人だったらしいわ。ギリギリ家の時代、当主。として、将来有望されている逸材だったみたい。だけど、彼は探偵という職業を嫌っていた。だからキリギリ家を落ちこぼれた。そしてあの人は私の母の死をきっかけに家を飛び出していったのよ。当主である祖父との大喧嘩の末に幼かった私だけを置いてね。きっと何か理由があったんだよ。お父さんだって本当はキリギリさんを連れて行きたかったと思うよ。そう。だとしたら彼に感謝しないとね。置いて行ってくれてありがとうって。だって私はあの人と違って探偵という仕事に誇りを持っているから、キリギリ家に誇りを持っているから、だから私は連れて行かれなくて心底良かったと思っているわ。万が一あの人に連れて行かれたなら、私は探偵になれなかったはずだもの。先にはしごを登る僕からはキリギリさんの表情を見ることはできなかった。だからキリギリさんがどんな顔でどんな気持ちで今の言葉を言ったのか僕にはわからない。ただその時のキリギリさんはいつもと比べるとなんだか口数も多くて、なんだかムキになっているような。私はあの人を責める気はない。彼には彼の人生があるんだし、他人事そう思われるかもしれないけど、でも実際そうなのよ。だけど一つだけどうしても許せないことがあるの。許せないこと？それは周囲の私を見る目。私は自分が置いていかれたことを悲しんでいない。むしろそれで良かったと思っている。でも周囲の見る目は違うわ。私はずっと父に捨てられたことを思われ続けてきた。そういう目で見られ続けてきた。私はもういい加減うんざりなのよ。過去にあの人の影につきまとわれるのは。そろそろ切り離したいの。あの私の人生からあの人を。そう。だからこそ私から言わなくちゃいけない。彼に絶望、絶縁の言葉をね。過去を清算するために。私の人生から彼を切り離すために。もっとも向こうは私のことなんてとっくに忘れているでしょうけどね。でも家族なのにそんな絶縁なんて。違うわ。私と彼は血がつながっているだけ、ただそれだけよ。血がつながっているだけで心はつながっていない。ねえ。そんな関係を家族と呼べるのかしら。血がつながっているだけ、心はつながっていない。そう言い切ったキリギリさんに返す言葉はどこにも見当たらなかった。だから僕は、もう口を閉ざすしかなかった。無言のまま、はしごを登り続けた。そしてしばらくしたところでようやく僕らはたどり着いた。どこに着いたんだろうね。どこに繋がっているんだろう。ここで終わりみたいだね。ああ、でもゴミといえばさ、トラッシュだから。でもさ、そこに焼却炉はあったけどね。ええ。その扉の向こうが希望神学園よ。戻ってきたんだね。そうよ。寄宿舎のトラッシュルームの床に扉があったでしょ。あそこに繋がってるはずよ。ああ、シャッターの前にあった。あれか。前もって鍵は外しておいたから問題なく開くはずだけど。やってみるね。頭上の扉に右手を添え力を込めると、扉はすんなりと持ち上がった。そして、戻ってきたんだね。全く長いはしごだったわね。おかげでクタクタよ。無事にと言えるかどうかはさておき、僕たちはなんとか帰ってきたようだった。この希望神学園に。キリギリさんありがとう。おかげで助かったよ。礼なんていらないわ。私は借りを返しただけだから。はーい。そういえばさ、トラッシュ、ゴミ捨て係どうなったんだろうね。だけどさ、これからどうしたらいいのかな。処刑から逃げてきたのはいいけど、もし黒幕に見つかったりしたら、僕だけじゃなくて、僕を助けたキリギリさんにまで危険が及ぶ可能性だって。ね。心配？そりゃそうだよ。じゃあだったら直接確認してみましょうか。え、直接って？つまりモノクマに聞いてみるのよ。あなたが逃げたのがまずいのかどうか。そんなの。でもどうせ隠れてても見つかるのは時間の問題よ。逃げ場なんてどこにもないんだし。だよね。ここにも監視カメラあるよね。そう言ってキリギリさんは監視カメラを指さした。捕まるのを待つくらいなら自首した方が気が楽になるってこと？大丈夫よ。あなたが心配しているようなことにはならないわ。だって追い詰められているのは黒幕の方なんだから。追い詰められているのは黒幕の方って、
それって前にも言ってたけどさ、どういう意味なの？それはあの戦場ムクロの下級裁判で黒幕は自ら露呈してしまったのよ。黒幕自身の付け入る隙をね。黒幕の付け入る隙？そう、付け入る隙、付け入る。実際にモノクマと話してみればわかるわ。それに向こうに見つかるより先にこちらから行った方が得策よ。交渉を有利に進めるためにもね。ちょっと、いや、かなり不安だけど、行くしかないんだよね。ええ、体育館よ。モノクマはそこにいるはず。行きましょうか。はい、了解でいい。了解でいい。一応もう一回だけ一応ね。行きましょうか。はい端的に言われた。乗り込むぜ。おや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 、キリギリさんはいいとしてもだ。びっくり。なんで処刑されたはずのナギ君が一緒にいるんだよ。思った通りの反応だけど、本当に大丈夫なのか？ふんふん。もしかしてキリギリさんが助けちゃったの？もうせっかく正気したのに。うん、できてないじゃん。何？だったらどうするの？ひらーん。学級裁判で正しい黒を指摘した場合は黒だけがお仕置き。悲しいけどこれって拘束なのよね。怒ったぞ。だからもう一度お仕置きだよ。今度こそ間違いなくお仕置きだよ。キリギリさん。そう。好きにしたらいいんじゃない？まあそもそも黒じゃないんで。でも。だけどその前に一つだけ言っておくわ。もし苗木くんを処刑すればあなたの負けってことになるけど構わないのね。は？僕の負けって？こら！おい、どういう意味だよ。だってそもそもあの学級裁判はあなたが仕組んだものなんでしょ。邪魔な私を炙り出して殺すためにね。つまり本来であればあの学級裁判で処刑されるのは私だったはず。ちょっと何を言ってんだよ。でもだけどその思惑は見事に外れた。苗木くんが私の矛盾を見逃してくれたおかげでね。その結末はあなたにとっては予想外だったはずよ。あの場面で他人をかばう人がいるなんてあなたには想像もつかなかったでしょうから。そう。そしてその予想外の展開を受け、あなたが出した答えは、そうよ、苗木くんを黒として処刑すること。苦し紛れの選択。いえ、それだけじゃないわね。あなたは苗木くんを脅威に感じていたはずよ。思惑通りに動かない苗木くんをね。だけどそこでも予想外の展開があなたを待ち受けていた。苗木くんの処刑を邪魔しようとする存在、アルターエゴ。あなたにとっては誤算だったわね。死んでもなお誰かを助ける存在があるなんて。そうなんでしょう。これが真実よ。戦場ムクロを殺したのは苗木くんじゃなくてあなただったのよ。いいわね。それにもかかわらず苗木くんを処刑するなんてあなたの大嫌いな拘束違反に当たるはずよ。だって黒が処刑されるのは黒を正しく指摘できた時のに、あ、場合のみ、そう言ったわよね。だから僕の負け？言ってくれるじゃん。本当の黒は苗木くんじゃなくて僕だって。じゃあ。で、その根拠は？そう。ないわよ、根拠なんて。そんなにはっきりと。ふざけてるの？そこまで言い切っておいて根拠がないなんてさ。別にいいじゃない。今はないってだけよ。もう少し時間があればすぐに見つけられるわ。そうよ。どんなに隠そうとも真実はいつも一つなんだから。ふんふん。なんだよ、どっかの名探偵みたいなセリフ入っちゃってさ。だってもし苗木くんが犯人だったらわざわざあなたの前に現れたりしないわ。人を殺した罪に怯え、処刑される罰に怯え、もっと悲惨に逃げ回っているはずよ。あなたの好きな絶望に蝕まれながらね。でもだけど私たちはここにいる。希望を失わずにあなたに立ち向かっている。なんだよ。それが根拠の代わりとでも言うつもり？そんなことで僕が納得すると思ってんの？ええ、確かにあなたは納得しないでしょうね。だけどね、これを見ている人たちだって同じよ。このまま苗木くんを処刑しても納得しないはず。なるほど。え、そうよ。このまま苗木くんを処刑したところであなたを見ている人たちからこう思われるだけよ。私たちの言葉が図星だったからこそあなたは彼の処刑を強行したんだって。いいわね。絶望では希望を殺せないんだって。ね、ただの言いがかりだというのなら、あ、それを証明してみせればいいんじゃない？いえ、証明してみせるしかないはずよ。
無実を証明しないまま苗木くんを殺せば、あなたは自分の負けを認めたことになるんだから。無期、あなたが正々堂々と私たちを絶望させたいなら、私の提案を受けるべきなのよ。そうするべきよ。それで何なのさ、その提案って。そうね、もう一度戦場ムクロ殺しの学級裁判をやり直すのよ。今度こそ校則に基づいた公平な裁判をね。そこで最後の勝負をしましょう。希望と絶望をかけた最後の勝負よ。ねえ、どう？クライマックスにふさわしい展開じゃない？公平な裁判、最後の勝負、つまり戦場ムクロを殺した黒幕、その正体を明らかにする裁判だけど、そんな勝負黒幕にとっては受ける理由なんてないんだし、きっと問答無用で僕を処刑に。クックックック、面白いよ。クマ、面白い。クマ、クマ、どうかした。クマ、キャラチェンジしてみた。くんま、そろそろ飽きてきたんで。いや、コロコロ変えすぎやって、最初から。まあそういう転換もあるかもしれない。くま、確かにクライマックスにふさわしい。くま、つまり受けるってこと。君たち、そうすれば君たちも視聴者も納得なんでしょ。くまって言わなきゃ。納得した上で絶望してくれるんでしょ。だったらやってやる。くま、君たちの希望が勝つか、僕たちの、僕の絶望が勝つか。あれ、絶望集団じゃねえの。一人称が楽しみ。クマ、最後の勝負をする。クマ、最後の勝負ってことは、じゃあまたチャンスがあるってことか。クマ、だけどせっかくのクライマックスなんだし、単に犯人を当てるだけじゃ盛り上がらない。クマ、君たち、だから最終形対決にふさわしく、君たちには全ての謎を解いてもらおうかな。全て、待てよ、学園のってこと？全ての謎？この学園に潜む全ての謎だよ。それを解き明かすことができたら楽しみ。クマ、君たちの勝ちってことにしてやる。クマよ。そうね、こっちだって最初からその気よ。じゃあ勝ち決定。クマ、ちょっと待って、戦場ムクロを殺した犯人とその犯行を突き止め、なおかつ学園の謎を解き明かすことができたら、君たち全員の勝利を認めましょう。ただしそれができなかった時は、私たち全員が処刑ね。楽しみ。くま、全てを知った時、君たちはどんな絶望を見せてくれるのかな。楽しみなのはこっちよ。いいわね。全てを解き明かされた時、超高校級の絶望はどんな風に絶望するのかしら。なんだかすごい展開になってきたな。人事だな、苗木。おめえも入ってんだで。ねえ。だけど、その前に一つだけはっきりさせておきたいんだけど。なんだ？前にあなたは言っていたわよね。学級裁判は生徒同士の間で殺人が起きた場合に行われるものだって。うん、それね、今もさっき思ったの。結局イカ様だったとして、でこいつが、ルールを根底から曲げたんだったら、それも当てはまんのかって思っちゃって。もし当てはまるんだったら、これは本当のルール上にのっとっていたんだったら、本当に他にやっぱりさ、前回なんか言ったけど、16号17号の例えしたけど、もう一人いるってことなのじゃない。どうかした。クマ、それがどうかした。クマ、お前自体がやったってことはないよな。お前自体が生徒で、だから生徒同士が成り立つみたいな。ねえ、ちょっと待ってよ。言われてみれば司会進行はしてるけど、裁判上に来てるという条件はちゃんと合ってるな。モノクマいつもいたもんな。で、前回の、何でしょう、5章の最後の裁判の時に、ちょうどモノクマのね、前のところがね、いや、あそこに人が立ったら見えないからなのかなっていうのと、でも、構造的に、あそこにもう一人立てるようになってたなって、やっと気づいたんだよ。その前からかもしれないけど。で、なんか、見えないもう一人がチラ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 してるんだよね。それがモノクマだったのかな、最初から。そんな風に探らなくたって教えてやる。クマよ、全ては校則に基づいて起きたこと。クマ、
もちろん戦場ムクロの学級裁判が開かれたことも例外じゃないクマよ。え、戦場ムクロの学級裁判も例外じゃない、拘束に基づいて起きたこと。じゃあ戦場ムクロを殺した犯人って。むしろついでにヒントもう一つやるクマ。確か前にも言ったと思うクマ、この殺し合い学園生活の参加者は全部で16人の高校生だけだって。うん、16人だけだって。ちなみに殺し合い学園生活が始まった後、希望ヶ峰学園に生きたまま足を踏み入れた人間もその16人だけだったクマ。え、何？ちょっと待って、あ、流し見しちゃった、流し見しちゃった。え、ね、それって本当なの？ごめん、バックルーム見させて。ちなみに殺し合い学園生活が始まった後、どういうこと？この日本語難しい。なんで急に黙り込んで。うぷぷぷ、怒ってるんだよ。話はもう終わりだよ。お前らに言うことなんでも何一つな、怒ってないよ。ちょっと待って、どうした？変わりようだ。なんでこのキャラの変わりよう。だから出てけ。急に怒った。情緒不安定なのかしら。これさ、バック2人いない？ほら、操作してるのと、いや違う、車く操作な、なんだろう、なんかやっぱ連中だからさ、2人以上の意思を、そ、いやなんかさ、途中でキャラか喋り口調変わったりしたのさ、多分動画で削ったんだよね。なんか突然口調変わったなと思って、なんだっけな、キリギリちゃんが行方をくらまして、こいつも分からなくて食堂にやってきた時に口調がちょっと変わってたんだよね。前からちょこちょこ変わってたけど、なんかあれ、なんか口調変わったなってすごく思って、なんでここで変わったんだろうなって違和感はあったんだよな。もちろん行くさ、行くけど本当に行っていいんだな。はい、別にいいもんね、どうせ後で みんなまとめてお仕置きなんだし、お前らのために用意しておくよ。とってもスペシャルで絶望的なお食器をさ。うぷぷ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 ね、行きましょう、苗木くん。うん、うぷぷ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 ぷ、うるせえな。クマどうしたんだよ、ゴビー。